実はあんまりこう人付き合いが得意な方ではなくてですね、やっぱ逆になんかドラムを叩くとやっぱりこの言葉じゃなくてもその楽器とか音楽を通じてあの会話ができるシチュエーションみたいなのが結構あって、セッションでもどんなライブでもそういうのなので、ドラム叩いてる瞬間っていうのはやっぱ普段の自分よりもだいぶオープンですよね。で、演奏面でやっぱ筋力がないっていう部分で、あの力技をしようがないっていうんですか、その筋力で解決できたりする部分があったりするんですね、フレージングとか。でもそこがじゃあいいサウンドにつながるのかっていうと、実はそうでもなくて、筋力では鳴らせないやっぱ豊かなサウンドがあったり、逆にそれがよりふくよかなサウンドにつながったりとかも。まあ、それで言うとあのそこまで男女関係なしに、あ私はこういうスタイルだからこういうサウンドが出せますっていう風にあの音で勝負にいけるっていうところがやっぱり音楽の楽しいところですし、そこはやっぱ進んでいってほしいなと思いますし、私もその先駆者に、そうですね、よりジェンダーレスにというかあの男女関係ない音楽の評価のされ方が広まっていけるように活動を続けていけたらいいかなと思っています。女性であることをあの言い訳にするんじゃなくて強みにしていくっていうのがやっぱり私の中ではずっとあるスタンスなので、それをそうですね、皆さんにもこの場をお借りして伝えられるとまたいいのかなと思います。